ねえ、昔みたいにみんなで何かしない？なんだよ、唐突に。何かって？ほら、小学生の時何かを悪に仕立て上げては近所をかっ歩してたでしょ、みんなで。お前らと一緒にするな。じゃあ。野球をしよう。え？は？野球だよ。野球チームを作る。チーム名はリトルバスターズだ。お前ら、なんで就職活動で忙しい俺が一番一生懸命なんだよ。いや、そんな一方的にキレられても。力を見習え。俺のノックを受け続けて、見ろ、泥だらけだ。それはなんだ？哀れめばいいのか？二人が発案者なんだから続けるのは結構だが、部活で忙しい人間まで巻き込んでもらいたくないな。なんだよてめえ、部活もやってねえ筋肉バカは暇だろうから玉拾いがお似合いだったか。マサトの言いがかりって時にお金を払ってまで見たくなるほど素晴らしい言いがかりだよね。ありがとうよ。こいつバカだ。そもそもどうして野球なんだ。そうか、それを言ってなかったな。ちなみに何も聞いていない。俺はここのとこずっと就職活動に奔走してるけどさ、ふと何やってるんだろうって思う時がある。これからサラリーマンとしてあくせく働いていくんだろうな。それだけはわかる。でもそれはなんだか流されてるなという気がしたんだ。周りがそうし始めてるから自分もなんとなくそうしようってだけだ。そこには自分がいない。自分自身というものがない。体だけあっても中身は空っぽの人形のようじゃないか。そうは思わないか。まあ、なんとなくはわかるが。だから、俺は俺であり、そして俺がここにいることを証明し続けるため、野球をやることにした。ありゃ？途中まで理解できていたつもりなのに、最後の部分だけ理解できなかったぞ。ああ、奇遇だな。俺も、よく似た感想だ。
悪いが京介、最後の部分だけもう一度言ってみてくれないか。俺は俺であり続けるため野球をする。そこでどうして野球が？考えてもみろよ。就職活動中に野球をしようなんて誰が考えるんだ。普通思わないだろ。まあそりゃ。しかも人数集めてさ、就職活動中じゃなくてもなかなかそんな気にはなれない。なれるか？いや、まあ、なれないが。だろ？だからこそ、俺は野球をすることにしたんだ。だとしてもだ。それじゃあ、俺たちは単なる巻き添えじゃねえか。いや、お前たちも同じだろ。試験勉強や課題に追われる日々の中で、野球をするなんて思いもしなかったはずだ。それはお前が今さっき同意しただろ。いや、でも野球なら普通に体育の時間にやってるんだが。授業のような主体性のないものでやったとして何の意味がある？自らの意志で投げて走って打ち歓喜する、そのことに意味がある。違うか？自らの意志で剣を振るっている。ではな。剣吾。放っておけ、リキ。あいつも理解してくれる日が来るさ。いや、俺たちですら全く理解してないんだが。ありゃ、そうなの？リキは？僕は、そもそも僕が言い出したことだし。リキは単純だからな。なんだよ、だからなんだってんだよ。利用されてる。京介の…京介の暇つぶしに。京介は忙しいはずだよ。みんなバカだ。ああ、どうせバカさ。いいか、京介。試合をするには足りないものがある。なんだ？そうか、わからないのか。なら教えてやろう。そりゃ残りのメンバーと練習時間と練習道具とお前以外の人間のやる気と残りのメンバーだよ！こいつ残りのメンバーって2回言ったぞ。マサトなりに意味があるんだよ。あまり深く詮索してあげないでよ。意味なんてねえよ。ごめんなさいでした。やっぱバカだ。なんだとてめえ、触りまくってバカうつつぞ。そこんとこどうなんだ、京介。練習道具はあるだろう。野球部のを使えばいい。残りのメンバーは？これから探すさ。残り5人。
見つかるかな。なあ、リン、ちょっと来い。一つ頼まれてくれないか。何を？もちろんメンバー集めだ。そんなのできない。まあ聞け。お前これを耳につけろ。感度良好、早速任務を命ずる。二人向かい合って手を組め。なんでこいつなんかと。お前たちのせいなんだから、ほら協力しろ。時間がないぞ。リンは二人の力を借りて3階まで一気にジャンプする。はあ？大丈夫だ、お前の身体能力なら。で、窓をくぐるとすぐそこは教室ってわけだ。つまりショートカットってわけか。せーの、いくぜー。おらー、探す場所が被ったら効率悪いだろ。あー、次はどこ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 って報告してこい。そんな車掌風に言う必要なんてねえだろうが。いいな、ある。ないはずなのにこいつ言い切りやがった。ほら、行け。これからの練習方針についてなんだが、力をバッターとして徹底的に鍛え上げる。はい。どうして？この中で一番ひ弱そうだからだ。そんな奴がシュアなバッティングでヒットを連ねてみろ。意外性があって展開的に燃えるだろ。なんだ、また漫画の影響か。さあ。で、リンがピッチャーだ。一応理由を聞いておくが。無論、その方が展開的に燃えるからだ。展開って何の展開？漫画の影響だな。じゃあ練習を始めるぞ。リキがバッター、リンはピッチャー。
ねえ、俺がしたいのはこんな回りくどいスポーツなんかじゃなく、拳を直接交える熱いバトルなんだが。お前じゃ、剣を相手じゃないと張り合えないだろ。あ、そうだ。そいつもルールにのっとって遊びにしちまおう。その方が楽しいだろ、な。また新しい遊び？好きだね。ランキング制にしよう。理由は無論、燃えるからだ。どうした、リキ？あの、話したいことがあるんだ。今いい？うん、なんだ？直接会って話がしたいんだけど。どうしたんだ、改まって。いや、それなりの理由が。彼女でもできたか？そうか、よかったじゃないか。それが、相手が。リンだろ？え？リンじゃないのか？いや、そうです。だろうな。そいつは俺も嬉しいよ。え？俺はさ、そうなったらいいなってずっと思ってたんだよ。そうだったの？ああ、だからこれからも二人仲良くな。うん、ありがとう。はじめまして、2年 E 組の直江です。よろしくお願いします。よし、リンも行け。うん、私も今のは良かったと思う。行けというのは、お前もやれという意味だ。誰がお前に感想を求めた？何？なんかお前、さっきから教える側に立っているようなスタンスでいるよな。ちゃんと教えられる側という自覚はあるのか？うっさい！ボケただけじゃん！ブーブーうっさい！
お前は困ったやつだな。意固地なんだ。でも、答えを知るにはまだ早いな。早くなんてないよ。遅すぎたぐらいだ。もっと早く気づくべきだった。やっぱりすごいね、京介は。何でもうまくやってのける。そんなことはないさ。俺だって失敗をする。それだって、筋書きには大して影響しない、ビビたるものでしょ。学食の問題なんて、どうやって予想したの？京介は本当に予知能力でも持ってる超能力者じゃないのかって思うよ。思い返せば、いつだってそんな風だったね。京介の言葉に、現実の方が吸い寄せられていくんだ。現実はそんな簡単にはいかない。僕にはそう見えるんだよ。京介がどう感じてようが。じゃあリキ、お前が解き明かした答えを聞かせてもらおうか。京介は凛を自分の庇護から離し、ずっと独り立ちさせたいと考えていた。京介は就職してしまうし、それから先はこれまで通り守ってやれなくなる。だから凛を自立させたかった。それは凛のためにもいつかはするべきことだった。そしてその機会は訪れた。校内で併設校との交換留学生の話が持ち上がる。京介はそれに目ざとく便乗した。僕たちから凛一人を引き離し、自立させるには格好の舞台だ。だからそれに専任されるようにレノンを使って良い周到に状況を操ってきたんだ。そんなことが可能だと思うか。僕の知ってる京介ならやってみせるよ。で、どうなの？今の答えは正解なの？ご明察と行きたいところだが、そもそもお前は問題を履き違えている。え？俺が解き明かしたかを聞いたのはこの世界の秘密だ。冗談じゃない、京介。そんな問いに対する答えは存在しない。もしあるとしたら、それは凛の興味を引きつけるための餌でしかないでしょ。それとも何、世界の謎ってのは哲学的な模索、あるいは歴史の話、さらに遡って宇宙がどうしてできたとか科学の話。誰だ、そこにいるのは。まずいな。なんて顔してんだよ。七に赴く兵士じゃあるまいし。ちゃんと夏休みにはまた会えるし。2週間に1回は戻ってきていいって話になってるだろ。
不安なのはわかる。わかるが、そんな顔するな。みんなが笑って見送れないだろ。あんまり心配させてやるな。お前は傷ついた人たちを助けに行くんだぞ。その自覚はあるのか？そんなんじゃお前の方が助けてほしいみたいじゃないかよ。ほら、胸を張れ。猫たちにお別れはいいのか？どこに行く気だ？なんで止めるんだよ！無理だ。お前は凛のいる場所にはたどり着けない。調べればなんとかなる。京介、凛が今どうなってるのか知ってるのか？凛は泣いてるんだ。一人きりで泣いてるんだぞ。今も一人遠い場所で。凛が泣いてるところなんて京介でさえ知らないんじゃないのか？そうだな。あいつは泣かなかった。だがそれは俺がいつも守っていたからだ。じゃあ今回も助けてやろうよ。それじゃあ意味がない。意味がないって、そもそもこんな乱暴なやり方じゃどんな意味もなさないよ。もっと大事なものまでなくしてしまうかもしれないじゃないか。僕たちが今日まで育んできたもの、大事なものたくさん、京介は全部壊してしまいたいの。僕は守る。一人になっても守り続ける。だから凛を迎えに行く。あと3日頑張る。次の土曜には戻ってこれるようにする。だから今週はなんとか死に物狂いでいい。乗り越えてみせてくれ。こいつは穏やかじゃないな。ふざけるな。邪魔んだー！京介！
お揃いでどうした？なんだ、いたのか。明かりつけるな。やめてくれ。これから眠るんだ。心配してきてやったのに、顔も見せねえってかよ。俺なら元気だ、問題ない。どんな面下げて言ってんだよ。大丈夫だ、寝させてくれ。みたいだぞ、お前。京介、休んだ方がいいよ。だからそうさせてもらうって言ってるだろ。もしかして昨日までのマサトと同じ状態なんじゃ。マサト。京介、俺は誰だ。マサトだろ。何を言ってやがるんだ。僕は眠らせてくれ、リキ。
していつもそんなところにいるのさ。怖いよ。いきなりそこに現れた方が怖いだろうな。そりゃそうだけど、どっちにしろ悪趣味だよ。そんなところで何してるの？何も。寝てなくて大丈夫なの？ずっと寝てるような生活さ。食べてね。じゃあね、また。ケンゴは一つだけ嘘をついている。京介、出てこい。どうした？ここにいるぜ。力が野球で勝負を挑んできた。へえ。お前とも同じ勝負をした。覚えているか？ああ。あの時お前は何をした？それも覚えているか？確か雨でコールドゲームだったな。それもお前の筋書き通りだったわけだ。お前は禁じ手を使って勝った。ああ、そうだったってか。何を朦朧としたふりをしてるんだ。ちゃんと思い出せ。お前は禁じ手を使い、俺を欺いた。
しかも俺の触れてはならない部分に土足で上がった。ああ。でも力には同じことはできない。力は何も知らない。今も何も知らないままなんだ。そんな奴に何ができる？何が言いたい？悪いが、勝負は勝つ。そして、リトルバスターズは解散だ。それで、終わりだ。それだけか。もう一つ条件をつける。なんだ？京介、俺が勝ったら、そんな病んだふりはやめて、お前も戻ってこい。それもいいかもしれないな。答えろ、京介。いいだろう。約束だぞ。話は以上だ。
京介、ついに来たよ。助けに来た。僕らはリトルバスターズだ。一緒に行こう、京介。よし。